株式会社の平田です。人材についてのお話なんですけども、最近また政策進行に、の募集が、増えました。で、政策進行の募集というふうに言ってもですね、結構デスク関連までできるような方の募集がやっぱり多くなってきました。時期かもしれませんけれども。で、デスク関連をやれるという方は本当になかなか動かない方が多いので、よっぽどこう何か他の会社さんと違うというところを出していただければというふうに思います。今のところですね、それで取れた例っていうと、やっぱりそれなりに福利構成に気を使っていたりとか、まあ、作品が有名だったりとかっていう会社の方が、取れるようでした。まあ、皆さんの方でちょっと、こういう風な人が取りたいんだけどどうすればいいのという場合にはご相談ください。